撮ってみたいと思います。じゃあなんかどうぞお願いします。タイトル言います。好き歌う人に。好き歌う人に。澄み渡る心の清き月よ、時としておぼろに、時としていびつに、意地悪く映る時もある白き月よ。太陽は大宇宙の漆黒の中で一人灼熱に虚しく燃えている。その中心には孤独な一人の少年が座っている。炎天下も豪雨の中も歩みをやめず、かの王道を火の車のように走った。凍てつく大地を強く踏みしめ、多くの固まった心を溶かした。そこには目の中に入れても痛くないほどの数多の思いがあったとき、自分でも気づかずにいた。力を、あらゆるものを与え
立ち会っていただきましてありがとうございました。お帰りにどなたかに差し上げたいと思います。
まあ、やる中でちょっと変えてしまいますけれども、はい、ちょっと、なんで、ペース回、はい、上げたいですね、はい。ありがとうございました。マックさん、ありがとうございました。渋谷健一、渋健で素晴らしい音楽を利用してきました。しのみよじゃあ、この後は、伊藤マックさんに。ちょっとおもちゃがあるので繋いでください。リクエストでダークスターっていうそう、わかんないリクエストやみたいなダークスター
小原。小原さん。ありがとう。素晴らしく。いよいよ。看護の。これを奥さんにプレゼント。はい。はい。聞いてないし。指輪も。すごい。ライトの時が変わった時。ライトの時。ライトの時。ライトの時。熱いよ、ちょっと、ね、音が小さめなんで、はい、ちょっと分かりました。あのあ、そう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 、ベイこちらのダークサイドにした。ダークサイド系を、うん、ダウンライト。じゃあダウンライトで、ネオンライトで。はい、じゃあ、 お待ちかねの東東麻布じゃなかったんだっけ、東中野のネオンな夜という演歌を一曲いきたいと思います。演歌ですか。演歌でネオンの夜やるんですか。ネオンの夜、単語で、あ、単語で、はい、あのフルートとかいいか、はい、探さないで、取ってもらっていい。ちょっと邪魔。ちょうどいいのが見えない。ああ、これが、はい、あ、そっか。いや、ここに来て撮るわ、撮れて。ひどいね、ごめん。すごい邪魔。そこまでしてしょ。カチさんの邪魔になって。カチさんどう。カチさんのお尻を撮る。これは、うん、あ、ないですか。いいアングルで。いいアングルです。すみません、ね、失礼しちゃった。